ライブエイズのラクーンマスクのストラップ調節の仕方です。横のストッパーカバー、四角い部品ですね。薄く矢印がありますけど、矢印の方向に前に押し出してください。中にストッパーがあります。ストッパーを起こしてください。起きました。この状態でフリーになってますので、ベルトを縮めたり伸ばしたりしてください。でストッパーを元に戻します。でカバーを元に戻すと出来上がりです。もう一回、ストッパーのカバーを前にずらしてストッパーを出します。この部分、ストッパーを起こしてください。ベルトを調節します。ストッパーを倒します。カバーをしてください。これで完了です。